はい、こんにちはです。今日、デブキャンです。俺たち、ミッドナイトボーズです。今回は、雄大王一回ね、私のターンがありまして、長くお待たせしましたかな。雄大王をやったってことは、まあ、いつかね、アギの方もやるということで、お楽しみください。今日は雄大王でございます。それでやっていきましょう。It's tasting. まあ、お前よっか難しくないと思う。いきます。はい。ズバリ、推し面は変えてきてるのか、まあ、別に普通に攻めていいんじゃないですか、ここは。変に攻める必要ないですよね。わかんないよ。どれだけ作らなきゃってなってるかもしれないし。せーの、リンちゃん。こちらです。難しいですよ。まあ、ただちょっとその、時期もありますから。竹内あかりさんです。竹内さんだろ？なんだよ。いや、やっぱ行くからさ、照準合わせとかないと。どこに行くの？ああ、個別竹内さん行くから、そう、照準合わせといた方がいいかなと。推し面って照準合わせるもんだな。いや、ある、合わせる。お前が合わせて買うんじゃないんだな。買ってから合わせるだけ。買ってから合わせるよ。メズ。それがやっぱ、DD っていうことですから。当たった人が推し面なんだな。そうです。今回は。そうです。照準合わせて。運も推し面のうちって言うから。そうですよ。なるほど、なるほど。そういうことね。次です。好きな色は？色。好きな色？言うな、色詳しいんだよな。だから、ややこしい色なんだ。詳しくねえだろ。絶対に、単体のよく出るあれじゃないんで、絶対。そんなことある？そんなに言ってる人ないけど。いや、詳しい。お前、ピオラは何も知らないよ、世の中の。世の中っていうか、世の中を。世の中を何も知らない。世の中を？せーの。こうあってから、見放た色だっけ？あー、ライトブルー。ライトブルーだったら許せないな。正解、こちらです。好きな色ね。俺、好きな色は、ないけど、青系。おぉダメだよ、だから。青系で。青系じゃ。青系で書かないといけない。青系じゃないとダメ。だから、雄大のことちゃんと知ってれば、やっぱりこいつ、ちゃん、金も単色で来ないなと思ったけど。青系ですよ。青系ならもう何でも好きなんだ。いや、なんか、じゃあ、じゃ好きな色っていうか、うん、青系好きなんだろうなって、思われてるんじゃないかなって思って。関係ないよ。お前が自分のことが分かってないじゃん。いや、あんまり好きな色とかないですよ。でも、まあだから、そのね、三原の色もそう、水色みたいな感じ、はい。で、あと、自転車とかも青だし。そうね、青だね。そう結構青多いね。そう、大学とか行ってもなんか、青いベイスターズの服とかで行くとこ。ベイスターズもそうだ。あと、グローブも水色の世界。そう。ダメ？だから、青こいつ、好きだろうって思われてるんだろうなと思って生きてはいる。違いますよ。お前の心じゃないんだろ、それは。好きな色っていうのは、あんまりそういう概念はないですね。はい。次です。好きな曲は？いや、これ言っちゃっていいんじゃないですか？これ好きな曲はないけどって言ったらどうするの？好きな曲はないけど、考えとこ概念的にみたいな。概念的にって言ったらどうしよう。こういうのが好きなんじゃないかなって言い出したら。ひねくれ。ちゃんと答えてくれないもんな。ひねくれ？なんか鏡のクリームじゃない。鏡の国のひねくれクイーン。絶対違う。そう、あんまりね、そういうのないんだよね。その、好きな〇〇ない系だから俺、割と。お母さんの料理で一番好きなの何ですかって言われても、パッて出てこないもんね。お母さん泣くぞ。お母さんの料理は全部好きです。あ、お母さん喜んでます。行きましょう。せーの。これ EDM なら何でもって言うんじゃない？あー、なるほどね。46億年ラブ。まあこれは、あれかな。46億年ラブ。引っ張られてんじゃん。やる。やられてるよ。うわー、40、普通にか。普通に。これは好きよ。さすがに。なあ、好きだな。これは好きよ。これは好き。もうなんか好き。好きとかじゃない、もうなんか。一個ポンって置いときたい、みたいな。そう。もうその、わかる。末置きのマスターブルージーンズ。俺なら、分かってるのにごめんねぜ。そう。1個出せって言われたら、はいって出せる。そう。名刺感覚のやつで。そう。名刺貼ろう曲。あなたの曲何ですかそう。なるほどね。あ、分かる。それでも1個持ってるものがそれですね。なるほどね。さあ次。今までの人生で一番嬉しかったこと。これなんだよね。知らねえんだよ、おめえの人生。俺の時も言われてたけど。本当だよな。一番なんか怒られたこととかならわかるんだけど。そうなんだよな。その方がわかりやすいよな。言うて嬉しかったことがあんのかな。あるだろ。なんかあんま嬉しそうな顔しないよな。あ、そう。あの、それで、あの身近で面白いことは笑ってんだけど、嬉しいって感情を見たことがないかもしれない。せーの。
これもしかして振られた時が逆に俺を振る女にやっと会えたみたいな気持ち悪い思考持ってるじゃないかあの、ナイエンノックで脱臼来るまでに英単語和訳するやつやってる時。何それやったことねえや、こんなの。何キモいきます、正解。キモいかな、これ。最近で言ったらまあ、あれかな。復縁したことかな。おお、いい、おお、近いじゃん。いいとこ行ってる。近いじゃん。いいとこ行ってる。やっぱりこいつね、やっぱり、俺、雄大のこと。振られた時ね。いいとこ行ってます。雄大は、根っからのナルシストだから。いいとこ行ってます。上から来るかなと思ったの。お前、俺は振られたことあるよっていう、俺みたいなイケメンを振ることができる女がいて、俺は嬉しいよって思ったんだ。気のせいだろ、そいつは。俺は思ってない理由だと思ってるんだけど。思ってねえよ。言ってねえだろ。復縁ね。惜しいね、これ。惜しいな。いいとこ行ってますね。自分に似ていると思う、ハロメン。この前ね、俺の時はさ、俺に顔が似てるなんてかわいそうだよと思ったけど、雄大に顔が似てるって別にそんなにね、顔が似てるとは言ってないよ今。だから分かんないの。俺の時はないけど、あ、そういうことね。顔が似てるかもしれない。顔が似てるパターンもあるよってことね。でほら、俺あんま男の人と女の人の顔が似てるって思ったことないんだよね。あの、ほんとにあの、佐藤勝利くんくらい。あー、神子？そう。そうひねり出したね。ギリだった、今。どれぐる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 どれだけどれだけどれだけ。よし、ガガガガガガガ。この時の目好きなんだよね。必死な時の目好きなんだよ。知らないのバレたくないって。どこ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 。あった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 。聞いたことある、聞いたことあるって。今俺、確信はなかったもんな。これは、俺これかなと思うけど、雄大がこう思ってるかも知らない。ああ、そういうのはでもあるよね。自分で思ってるのと人から思われてるの。俺はこれで自分に似てんじゃないかなと思う。多分ね。いきます、せーの、長瀬くるみです。あれいれいね、高瀬くるみさん、いいじゃないですか。なんかハロメンっていうか、この前、その自分の顔をね、写真をこのアプリでこう女化した時に、顔できてるわ。ワンチャン浜浦彩乃さん似てるんじゃないかなって思いましたね。めんどくせえ。めんどくせえよ。浜田さん？いや、ワンちゃん似てるかなって思った。浜田さん？浜田ちゃんマジで、リアルに急騰シンクロあるでしょ。やっぱ言ったじゃん、やっぱこの中じゃねえんだよ。顔できたんだよ。顔できたのか。ちょっと中で考えたらミスか、じゃん。ちょっと一回見てみる？これ、どう？それ角度だ。若干どう？若干あるよな。若干ある。若干あるで。若干あるんだよ。若干ある。深いよ、これ。近い。若干あるだろ。あ、若干あるか。若干あって、なんか悔しいな。ちょっと似てるでしょ。ちょっと似てたわ。あ、似てた。そうなんだよ。そうそうそう。ハロプロ全体の好きなところ。ハロプロ全体の好きなところ。全体の好きなところ。いいんだよ、質問が。哲学的なんだもん。いいだ。行きましょう。せーの。そこにいる人たちの心を一つにしてくれる。あの、音楽の魅力。正解は、進化が止まらないところですかね。ああ。まあ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 。まあ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 。まあ、これ、まあ、このこっち側のね、頭になると、ここで、かっこつけたこと言って、顔が可愛いとか言うかなと思ったら。全然そうじゃなかった。全員カッコつけて終わった。中二病だったやっぱ。なんでみんなカッコつけちゃった。カッコつけちゃった。誰か気持ち悪いこと言ってくれるかなと思って、待っちゃった。ミスったねー。ミスった。気持ち悪いこと言えよかった。ってことで今回、雄大王ということで、はい、ちょっと最後な、ミスっちゃったけど。ちょっとミスったね。カッコつけて終わっちゃったな。そういうとこあるな、でも。でもこれが、確かにこれが雄大ですから。かっこつけがちなんだよ。そうだな、なんか。でもちょっと、これ本当かーって言いたくなったけど、雄大全部本当だから。そこがちょっとやっぱ、雄大らしさがあっていいなと思いました。そうですね。まあ、本当かっていうのも私らしいところもあるし。そうまあ、それも含めて。いや、マジ出てる、出てる。今のところ、おのおのそれらしいのがあるってことは、昨日もそれらしいね。うん、いや、でも一番むずいよ、多分。むずいっすね。急に変なこと言ったりする可能性もあるし、俺変なことだと思って言ってる時と言ってない、思ってなくて言ってる時があるから、そこが難しいよな。難しいですね。また秋の部王でね、皆さんお会いしたいと思います。ということで終わります。それではバイチュー。